絶対中村月子跳ねますって早くて来年紅白とかなんかそういうとこにそうな気がするんだけど、今涙がこぼれそうなほど嬉しいです。はい、というわけで本日は中村月子さんに来ていただきました。はじめまして。はじめまして、ありがとうございます。ずっと会いたかったんですよ。僕ありがとうございます。 TikTok で月子さん拝見して、わ、絶対この方来てほしいって言うんでどういう伝えかわからないんですけど、あの連絡をさせていただいて、ありがとうございます。本当にどのくらいあれ前からやってるんですか。いや、で結構今年の2月とかから始めて、はい、もう今はもう数ヶ月経って、はい、1年まだやってないんですよね、はい。まあ、こんなこと言ったら生意気ですけど、あの音が優しいしいい音なんですよ。特にこのギターの音が、月子さんのその歌とそのギターの音色の音がね、画面から体に入ってくるんですよ。今涙がこぼれそうなほど嬉しいです。そういうのってあるじゃないですか、普通に。あのもうかなり1分間のね、はい、TikTok 投稿でちょっと伸びたんですけど、はい、あの1分にどれだけこう、あの旨味を凝縮できるかっていうのを結構こだわって投稿してまして、はい、なるほど。あの角度とか入りとか最後のこう抜き感音の抜き感みたいなのもかなりもう、はい、あれ1分なんですけども40テイクは軽くいつも40-50は撮ってますね。そうなんですか。夜にはもうあのカレカレで、僕そこはちょっとそこはですね、びっくりです。あなたはすっかり疲れてしまい、生きてることさえ嫌だと泣いた。リバーサイ川沿いリバーサイ、食事もリバーサイ、おおおリバーサイ。乾かせる誰かがこの街のどこかで君のことを待ち続けてる。中村月子さんがどんな活動してどんな方なのかっていう、あの初めての方もいらっしゃると思うんで、ちょっとその辺を教えていただけますか。はい、関西の滋賀県出身で、はい、今27歳で8歳の年になりますね、はい。そう、1993年生まれで、あの父親が、はい、あのミュージシャンで、はい、その父親の影響を受けて、はい、小さい頃からずっとギターと歌とがもう本当にそばにある家庭で育ったので、はい、そのなんかこう父からもらったルーツとかを、はい、こうもう一回こう改めて、この28になる年に改めてこの昭和の名曲であったりをちょっとこう向き合ってみたいなって思ったタイミングがありまして。え、お父様って失礼ですけどおいくつですか。今父が55とかかな、56とかかな、55とかかな、うん、ですね。なるほど。なるほど。あの僕今年還暦です。そうだ、お父さんより。そうなんですよ、上なんですよ。なので多分もうドンズバのあのフォークとかリアルタイムに聞いていらっしゃったんですよね。はいはい、そうですそうです。でもそのルーツってどの辺なんですか。はい、まあお父様と、はいはいはい、あとどの辺の音聞いて。あるんですか。そうですね、私がこうちゃんとこう歌い始めて、はい、ステージに立つようになったのが、はい、18とか20歳ぐらいになった時なんですけど、はいはい、その時にやっぱりきっかけとなったのが浅川真紀さんっていうシンガーに、はい、もう影響をレジェンドですよね、もう受けちゃって、はい、その彼女を見たいな、歌うたいになりなさいって父親に言われたのがすごく印象的で、あとはあの清志郎さんであったり、そうか、あのもう痺れるようなラブソングを、はい、もう本当にちっちゃい頃から浴びていて、はいはい、彼の命日には必ず父の部屋で
はい、彼のあのレコードというか CD を、はい、あの大音量で聞いてこうね、あの父とお酒を飲むっていうのが結構恒例だったり、だからその歌声で言うと、うん、なんかあのペトロ&カプリシャスの高橋真理子さんとか、いやもう光栄すぎます、なんかそういうような世界観を持ってる歌声かな、ちょっと例えちゃって失礼かもしれないですけども、いやなんかそういう感じしました、すごい。あ、いやなんか結構基本的にこうバーって声量があるタイプじゃないので、はい、本当により日本語の美しいこの言葉を置く楽曲がすごく向いているなと思って、はいはい、じゃあもう根っから月子さんはもう、うん、はい、音楽家というか、そうなんですね、好きですね、ずっと歌ってます。でもそれ幸せですよね、幸せ、めっちゃ、はい、ね、そのずっとギターを弾いて歌ってられるってやっぱり素晴らしいですよね、それはね。本当にこのね、やっぱりコロナ禍で余計に感じましたね、そのこう普通に歌ってたのが全然すごく普通じゃなかったというか、すごく ね、 そうですね、皆さんに支えられて歌ってたんだっていうのは、本当にもうライブも全然できなくなっちゃったので、はい、なんかそれは最近感じますね、より。もともとかなり活発にライブ活動をしてたのが去年ぐらいで、はい、今年からちょっとあの活動の場所を配信であったりとかに切り替えようかなって、やっぱりこのコロナもあったのですごく思ってはいたんですけど、まあね、配信でやっていてもやっぱりちょっとこう、そうなんですよね、そうなんですよ、なんかこうグッとくるものがなくって、はい、まあ、やっぱお客さんの、ね、熱量ありきのものだなっていうのはすごく感じていて、ね、はい、いや、じゃあ、うん、今度、はい、あの本当にあの、ま、まだ配信の時期かもしれないけど、その時にあの月子さんの配信でもいいですから、はい、ちょっと僕行かせてください。え、いいんですか、母さん来てくださるんですか。はい、あのギターでも DJ でも行きますから。すごい、すごい、なんとスペシャルな、絶対中村月子跳ねますって。嬉しい、そんな、多分早くて来年再来年とか絶対紅白とかなんかそういうとこにそうな気がするんだけど、このテイスト月子ワールドってないんですよ今あの、うん、いろんな打ち込みとか、はいはいはい、ボーカロイドとかいろんな形で音の作り方進化したりしてるじゃないですか。そこにいい意味で反してるというかそうですよね、ちょっと丁寧に届けていきます。はい、頑張って、はい、という感じで、僕がもうずっと会いたかった、もう月子さんと会えました。今日は本当ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。光栄すぎて、いえいえいえ、一生忘れないです。本当、光栄さん、はい、還暦を、そうなんです、迎えはったんですよね。はい、めでたい、やばい、ありがとうございます。8月8日ですよね。はい、そう、ちょっとぜひ今日は本当にお礼の気持ちも込めて、ちょっと一曲、はい、一曲プレゼント、うわ、もう拙いギターですが、ちょっとお願いします、お届けしたいなと思います。はい、ちょっとかなりね、はい、夏のなんかやっぱりね、日本のこういう歌って本当に四季が織り込まれていたり、本当に美しい歌がたくさんあるので、はい、ちょっとせっかくね TikTok を通して光栄さんにこんな風に会えたので、はい、ちょっともうあの名曲をお届けしたいなと思います、はいはい、少年時代を、はい、わー、はい、夏が過ぎ風浅み、誰の憧れにさまよう。